皆さん、こんにちは。今回は声優、銀河万丈、本名、田中隆さんをご紹介いたします。限られた時間ですので、作品数を絞りました。どうかご理解ください。銀河さんがアニメでの声優デビューされたのは、1976年の UFO ロボ、グレンガイザーでした。それでは、70年代から80年代の作品をご覧ください。地球か。素晴らしい星だ。何としても手に入れたい。日本こそ地球征服の最高の基地。まずこのどこかに第一の基地を作らなければならない。戦いは力だけではない。密かに潜入して秘密基地を作り、謀略で相手を混乱させるのだ。一文字宇宙飛行士が行方不明になって1年。彼はプロメテ計画の独裁者になろうとした。そしてその野望の果てに宇宙の塵となったに違いない。我々人類の裏切り者にふさわしい最後であろう。帰ったのか、メテル。はい、今からお母様のところへ参ります。そうか、いよいよ時が来たか。しかしこれから起こることはお前にとって辛い結果を招くことになるかもしれぬが。覚悟はしています。そうか、その気持ちは私とて同じだ。では参ろう。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマ・ザビは死んだ。なぜだ。坊やだからさ。戦いはやや落ち着いた。諸君らはこの戦争を対岸の火と見過ごしているのではないのか。我々は今この怒りを結集し、連邦軍に叩きつけて初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ戦死者すべてへの最大の慰めとなる。国民よ立て。悲しみを怒りに変えて立てよ国民。ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。ジーク、ジオン、ジーク、ジオン、ジーク、ジオン。じいさん、牧場全部あんたのもんだ。達者でな。イノセントからもらった高性能火薬は、兄ちゃんたちシビリアンの使ってる黒色火薬よりずーんと怖いのよね。兄ちゃんが元気なのはいいけど、ここまで追いかけたのはやりすぎだったな。何？しぶとい。せっかくの権利を捨てて卑しい道を選んだのは恐怖からだ。支配することのあまりに大きな重さにお前は怯えたのだ。私があれほど望んだ力をお前は殺したのだ。私が異能者であったなら、私が異能者であったなら。でかくなったな小僧。貴様に俺を倒す飛行はつけぬ。天空を舞う羽とかす南東方王剣に致命の剣を突き入れることはできんのだ。はあ。飛べん。アスナ。俺は聖帝サウザー、南都六星の帝王。光る、こびる、顧みぬ。では、私は週に2度ずつ手紙を送ろう。インドのことや私の仕事やセーラの夢を見たなんてこともね。セーラ、そうやって私の顔を目の底に焼き付けておこうとしてくれているんだね。私もだよ。すまん、急に盲腸が痛み出してな。手術してきた。今までのはみんな学校をサボるための口実でな。ほれ、お前の欲しがってた双眼鏡だ。え、俺にくれるの？そこでだ、今日はお前に頼みがあってきたんだ。そうはいくか。まあ聞けや。ダリグ。せいや、クロスはお前にはやらんぞ。ギリシャ人であるこのカシオス様のものだからな。ああ、人思いにこのまま握りつぶしてやる。いや、最後はゆっくりと。
そうよ、お前の体を少しずつ引き裂いていこうか。スナイパー、そこまでにするがいい。確かにベンが言う通り、小僧の癖して男を感じさせるやつよ。それに面白いことを言う。このわしを父と申すとはな。嬉しいぞ小僧、お前の服従心しかと受け止めよう。このロングホーンには何か秘密があるはず。そう睨んだからこそ挑んだ戦いだったが、何も探れなかった。全て命ある限りバファローマンを苦しめて全大昇竜。どこのどいつか知らねえが、こんなことしてただで済むと思ったら大間違いだぞ。どうかな、このギラン様舐めるなよ。ぐるぐるガムを食らってみろ。私は真の味を目指す神聖味将軍グループの建設を着々と進めていた。そんなある日、突然兄が我が城へ訪ねてきたんだ。兄さん、よくぞお元気で。ところで藤子の姿が見えねえが、どうしたんだ。藤子、待ち伏せに気をつけろよ。おう、ルパン、どうした。不景気な面して。俺の友の悪口は許さん。今俺がその薄汚い口を永遠に封じてやる。その程度の剣で今の俺に通用すると思うのか。ライデン、見るがいい。これがお前へのレクイエムだ、マッハパンチ。チャボー、雨が早い。チャボやつわかったでやろう。ブラカットバッツ、お父ちゃま、僕一人で自己紹介したとばい。なんと一人で、でかしたぞチャボ。お父ちゃま、疑ったの、苦しかったの。しかしこれはオボーコンツェルンを継ぐための試練なんじゃ。それでは続けて90年代から現在までの作品をご覧ください。愛は俺にとって太陽なのだ。生きとし生けるものには全て太陽が必要なのだ。それを奪おうとする者は断じて許せん。たとえ力及ばずとも戦うのみ。ハロー、ジェントルメン。お前の命をもらいに来た。大佐命令だ。今弱音を吐いた奴は自分の頭を撃て。この俺の部下に弱殺はいらん。身分の低い称号もねえ奴らはこの俺に逆らう権利すらない。俺は海軍大佐、おのてのモーガンだ。貴様がわしの鎖から解き放てるか、わしが奴らの絆を断ち切れるか、勝負と行こうではないか。地球人風情にこの野王の鎖断ち切れるか。百尺観音、一の手。感謝するぜ。お前と出会えたこれまでの全てに。出やる、俺は最強の爆術だ。受けてやる、ゴールしてやる。ゴール、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 カールタイヤーさー。弁当だからこそ伝えられる美味しさ。
弁当文化を進歩させる工夫、弁当としての楽しさや新しさ、お前の料理にはそれがあっただろうか。勝者は雪平相馬とする。勝ち誇るな三流め、この程度で私をやったつもりか。貴様が切ったのはせいぜいが私の包帯ぐらいなものだ。エレネラ東亜に挑んだこと、地獄で食いるがいい。ご視聴ありがとうございました。高評価&チャンネル登録をお願いいたします。